チャップステーキ、チャップステーキ、チャップステーキは、一口大に切った牛肉のステーキと野菜を炒め合わせた料理。日本では沖縄県のステーキハウス、大衆食堂、居酒屋などに見られるメニューである。甘酸っぱくとろみのあるステーキソースが絡められることが多いが、店によってオリジナルの味付けを施す場合もある。沖縄には第二次大戦後の占領期に、 米軍から伝わったとされており、同時期に米軍が駐屯した韓国でも、人気料理として定着しているほか、ハワイにおいても、ドライブインレストランや、プレートランチにおける一般的なメニューとなっている。英語のチョップステーク、あるいはチョップドステークに由来するウチナー英語の一つで、あるが、ケチャップステーキが語源であるとか箸で、食べられるからなどといった、独自の解釈をするものもあり、 実際にトマトケチャップを用いるレシピや味噌汁などを添えた定食として箸で食べさせる飲食店も参見される。レストランでは厚く焼かれた中鉄製のステーキ皿で供されることも多い。使用される野菜は玉ねぎとピーマン、香り付けとしてのニンニクを基本とし、人参、トマト、パプリカ、マッシュルーム、セロリなどがこれに加わる。トマトケチャップを使用した場合は、 見た目も味も酢ぶたの牛肉版のような趣となる。なお、チャップステーキとは、蒸気のようなレシピに基づく、料理の名称であり、一口大に切った肉のみを焼いた料理は、沖縄でも日本本土と同様に、サイコロステーキあるいは、カットステーキと呼ばれている。チャップステーキキード食品株式会社、K-POP アイドルズフェイバリットコリアンフード炎、チョップステーキ炎、 ハットチョップステーク SA ホールインワン、ハットハワイアンチョップドステークハットオイエイ、チョップドステーキフォーディナー、チャップステーキとは何なのか、ありがとうございます。